はい。ビジネス天国沖縄の時間がやってまいりました。本日も1時間お付き合いください。本日も私、新座哲也、沖縄ビジネスプロデューサー、名刺ーマーケティングコンサルタント、三脚企画代表がお送りいたします。この番組は、ビジネスの世界で活躍する方々をお迎えして、ビジネスの秘密のノウハウをラジオでセミナーと題して聞いちゃおうという番組です。また、 業界人はみんな知っているが、一般的には知られていないこと、非常識な業界常識など、ラジオではとても言えないことをラジオであえてお話ししていただこうという番組です。この番組は、ライフスタイルテクノロジー、フットセラピーエール、和洋菓子と総勢の店服屋、サンキャッチ企画の提供でお送りいたします。 この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761-fmquza.jp。ファックスは098-934-8653。また、fmquza ではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。fmquza のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。えー、お気軽にコメントください。よろしくお願いします。ということですね。えー、本日もよろしくお願いします。えー、本日もあのー、素晴らしい ゲストさんをお迎えしてますので、ま、いろいろね、あの、聞いていきたいかなと思いますね。皆さん、あのー、この番組は、えー、ビジネスをされてる方、経営者の方が多く聞かれてると思うんですけどもね、あのー、日々ね、特に経営者の方はいろいろ楽しいこともありますが、大変なこともいろいろあると思います。あのー、僕もね、あのー、自分で仕事してますので、ね、日々いろんなことがあるんですが、えー、楽しく仕事を、 することによってね、パフォーマンスが上がり、売り上げ上がって、まあ、社員さんもね、喜ぶということなんですけども、えー、そのためにはね、やはりこう日々のね、あのー、健康管理、大事になってくるんですけども、まあ、その中でもね、あの、大事なことは、あのー、いかにね、ストレスとうまく付き合うか、という部分があると思うんですけども、えー、本日はそのストレスですね、まあ、 正確にはこう、ストレスマネジメントというらしいんですけども、えー、そのね、ストレスに関する専門家の方をゲストにお迎えしています。ということで、えぇ、ー、後ほどですね、えー、ゆっくりとお話を聞きたいと思います。はい。その前に、一旦 CM に行きたいと思います。はい。CM の後、えー、ゲストさんをご紹介いたします。よろしくお願いいたします。ビジネス天国沖縄をお送りしております。 早速ですけども、本日のゲストをご紹介したいと思います。ストレスマネジメント沖縄、企業ストレス予防コンサルタントの足富則子です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。足富さん、あのー、本日2回目のご出演ということで、はい、本日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいあ。足富さん、あのー、ご本人の方からね、あのー、自己紹介の方をお願いします。 えと私はしとみのりこ、あの那覇市余儀の方で、ね、ストレスマネジメント沖縄という、えー、とショップですね、持っておりまして、えー、と今はあのほとんど講演活動が主で、えーと、企業と行政、まあ、教育現場に主にあの活動させていただいてます。で心と体のトータルアド,アドバイザーとして、ストレスマネジメントの講座を、あのえー、と県内で活動しております。 はい芦富さん、そういうね芦富さんなんですけども、うんあの、ストレスマネジメントということで、普段はどういった活動をされてるんですかあ主にあのストレスマネジメントと大きくくぐっておりますが、あの気質学という、あの市中水面をベースにして、気質学というものをあの、まず自分自身を知りましょうという、そういう講演会と。はい、はい あ,とあのボディートークという心と体のつながり、はいうん、で最近ちょっと多いのはアロマメディカルアロマの講演会が、はい、メディカルアロマあアロマですねアロマのメディカルがついてるということはもうやっぱりそのストレスを軽減するという意味ですかねはいそうですあの予防的な活用の仕方を主にあの講演会をさせていただいております、はい、なるほどなるほど、はい、という鷲富さんなんですけどもま,まずあの気質学というのは生のの年月日 こがメインでこう判断するっていうことでよろしいですかあはい、そうですね、統計学になりますので、地、はいうん、中水メーカーも統計学で、ね、それをもとにして、沖縄発信の統計学、はい。沖縄発信のっていうところですね、はい。沖縄発信が、ね、強調しておりますが、はい、<laughs> シンボルカラーで4色ですね、はい、それから12パターンで、はいあの、コミュニケーションツールとして、はい、<laughs> 私は、主に企業も入ってますけど、あのま、メインはもう私の方は、 声かかけがが多多いのは学校教育現場となるほどその、あのーまあ、いくつかに分類してその方の特徴と傾向を、あのー、そこで知ってっていうことで、ね、今後の対策とかストレス軽減のために生かす情報源として活用するということでよろしいんですかあ、はい、そ,のあのその人の本質が生まれ持って決まっているパターンがありまして、はい、それによって起こるストレスパターンをちょっと見ながらアドバイス。 をしてまあのやっぱりこう自分を知るということでやっぱりストレス軽減の要因になるということでいいんですかねあ、はい、あのそんなつもりはないですけど生まれ持った性格によって、まあ、行動によって起こるストレスパターンっていうのがあの統計学にもありますのでそこで起き、えー、とそういう行動で起こったことが実は体に 現れるんですよねなるほど無,無意識に行っていることが体の中にそうやって溜まっていくっていうんですかあのしこりとして溜まっていく状態がストレスに変わる、はい、なるほど芦富 <laughs> さんのねあの、はい、面白いのが僕芦富さんと知れてもどれぐらいですかね4年ぐらいですかいやまだ 4年経ってないです。<laughs> です <laughs> はい。なんかね、10年ぐらい付き合ってる気がするんですけど、まだ3年ぐらいですかね。うん、そうです、ね。で、あの、面白いのがね、あの、ストレス軽減っていうと、なんかこう、一つの、あの、ツール、思考を使って、<laughs> あの、ストレス軽減するっていうのがまあ通常なんですけど、アシトミさんはね、気質学、統計学を使ったり、あとボディートークということで、あの、もう実際僕ね、何度も見させていただいてるんですけど、背中を触ることによって、 あのー、背中の、ね、状態でその人のストレスがわかるということ、あとね、アロマ、先ほどお話しあったメディカルアロマを使って、香りによってストレスを軽減、予防していこうっていう、あのいろんな、ねあのー、方面からあのアプローチして、ストレスを軽減していくっていうね、ちょっと面白いあい、のー、やり方なんですけどね、これ、足しさんのオリジナルになるんですかね、はいオリジナルになりますね、はい、それをストレスマネジメントっていう一括りにさせていただいております。はい、はい え、ね、それはあの、実はね、来月の5日、火曜日なんですけども、えー、まあ、糸数さんという方でね、カウンセラーの方いるんですけども、お二人で、ストレスの原因を知り、予防を改善する6つの方法、溜まったストレスはさらっと解消というタイトルでね、えー、講演会もされるということですので、ま、あのー、今日はね、あの、その講演会の内容についてもね、中心にお話しさせていただこうかなと思ってるんですけども、あの、明日見さん、来月の5日火曜日、あやかりの森でちょっとあのー、 講演会されるんですけどこれはどういった感じの内容になるんですか、はいえまあ、職場の中で、まあ、忙しい人間関係とかストレスがたまっていることをどのパターンでし、えー、とお伝えしていくかと、まあ、ストレスというのは自分の体にたまるのでセルフケアの方法とあとは何のためにこれが必要なのか。病気になる前

会社も元気になりますなるほど、ううう通常ねあの、ストレスのセミナーって、もし言われたときに、いや、僕、ストレス止まってませんとか、うちの会社はあのそういうあのストレスないですよっていう方もね、たまにいらっしゃるんですけど、あのだからこそあの、そういうケアをする方法を知りましょうっていうことが大事ってことですよねそうですね、うんあの、いい状態のうちに、いい自分の状態を知る。 それを知ることであのマイナスにちょっと疲れた時にまた元に戻すということがすごい上手になります、はい、なるほどた、はい、まる前に戻す少したまったら戻すっていうのを繰り返すということですね元気なうちはそこまで意識はしないですのではい、はい、まず元気なうちにどれだけ意識を自分に向けていってあげられるかでもね僕もそうなんですけど例えばストレス発散って言われたら何かねなんか何があるんですかね映画見たりとか まあたまにちょっと飲みに行こうかなとか、まあ、それぐらいしか浮かばないんですけど、やっぱりこう具体的に、あのもっと言ったらこう科学的にストレスを軽減する方法を知るっていうのは、すごく大事なことかもしれないですね。そうですね、はい、まず自分を知ることが一番おすすめです。はいはいはい、その気質ですよね、生まれ持った気質だけではなくて、その体の状態とかね、はいあの、いろんな方面から。 それを知るというのはねすごく大事なことなんですけど、なかなかねそれを知る機会とかないと思うんですけども、も芦富さんは、ね、それをアドバイスしてくれるということですのでね、ねぜひねあの、特に経営者の方とか、まあ、自営業者の方、特にね対象になるかなと思うんですけども、ぜひね芦富さんの講演会にも、ね、いらしていただきたいなと思いますけどもね、芦富さん、もこの仕事されて、何年ぐらいなんですか平成元年なので、28年。<laughs> 28年ですか、はい、そうですすかはいそう 大ベテランですね、そうですね大ベテランですね御所とさきの日言われたばかりで、はいまあ、でもね、28年前っていうのは、こういうのあったんですか、ストレスとかっていう、最近よく聞きますけどね、ストレスというのはね、28年前はそういうストレスとかっていうのは、あまり聞いたことはないですね、はい、あの病気とかそっちのケアを主にさせてもらってたのではい、はい、まあいや病人探しではないですけど、病人の方の対応とか。 そういうことは主にしてたんですけど、うんはい、ここ10年ぐらいですかねストレスというのをメインにしたそういう,こうセミナー活動をしているのこれなんかそういうセミナーをやり始めたきっかけとかってあったんですか、ま、きっかけは,、まあ、実,は実は中学校の授業から体育の授業でストレスマネジメントという授業を依頼されまして7年間していたんですがはいはい、はい 学生もストレス溜まっておりますが、やっぱ親、子供から見る親の状態っていうのがよく見えてきたので、子供だけではダメだなと思って親の方に。あ、なるほどね。<laughs> 親から。本来は子供を元気にしてと思ったんですけど、子供を見てて子供が元気になるけど、また元に戻るという現実を見たときに、うん、あ、それではいかない、いけない。やっぱ親を、に対してちょっとそういう、 あの<ー>ア、アプローチというか、そういうことをしないと、子供は変わらないんだなっていうのに、子供から教えていただきまして。あ、じゃあ親もストレスが溜まってるって。そうですね、はい。あの、実際ね、僕は、あの、僕がね、小さい頃というか、小学生の頃って思い返してみてもね、なんかストレス溜まってたっていう感覚が全くないんですけど、これは、どうなんですか、あの、今の子供がストレス溜まるんですか、昔からそういうのがあったんですか、子供がストレスというのは。 昔か、まあ私は10年前から関わってその時からやっぱストレスは子供にもありますね。はい、はい。それは不思議ですけど。これはあのなんていうんですかね、主な原因とかっていうのはうん、やっぱコミュニケーション不足はすごい、そこは感じました。<ー>だから、質学っていうのはコミュニケーションのそのレベルアップしていくツールでもあるので、はいはい、まあそこであの親が学ぶことで、こういう子供とのコミュニケーションがうまくなる。はい、まあそこはあの そういうい親子関係もですけど企業向けにもそれが使えていくという活用できるということで両方一緒にさせてもらってますけどなんか、あのー、コミュニケーションって言ったら今ほら、あのー、LINE とか Facebook とかでね、うんあのー、気軽につながるっていう時代にはなったんですけどもやっぱりこうそういったことでなくて <laughs> っていうことですかコミュニケーションっていうのはう、ねあのまあ、統計学なので持って生まれたタイプってありますよね。はい、そ,のそのタイプをちゃんと把握して あの声をかけてあげる言葉。ですね、言葉かけの、その。このタイプはこういう言葉かけをしてあげると、元気になるとか。とい,い,、はい。なんかそういう。ものを一つ一つ。やることで。相手がどんどん変化していく。まず自分が変わるんですけどね。なるほど。だ、うん、かまず基本、そういう、例えば、あの。生年月日を。お花に例えると、ひまわりの種。 って例えたら、はい、ひまわりの種と言っていただいたらいろんなとこああ太陽のさんさんとしたところに植えると元気になりますけどただ花の種よっていただいたら、ね、ベランダに植えるかもしれないです、ね。はいはい、はい、そうすると水の与え方ね栄養の与え方が変わりますよね。なるほど。それと同じように言葉かけとか環境作りとかそういうのが最初で分かってると。 職場でも。なるほど。それも子供だけじゃなくて。社員さんと社員さんも。はい。もうそれも。なるほど、なるほど。あの、活用できます。はい。これはどういうふうに育てたら一番育ちやすいかっていう、棚の時点で知ってれば、それに、あの、ね、適したところに植えて、はい、そうね。育てることができると。まあ、営業向きのタイプで面接したのに、実は、はい。事務が得意だったとはいはい。僕ね、それよく聞きますよ。例えば、あの、ずっと経理やってて、 あの、なんていうんですか、営業も絶対無理だと思ってるって、社長も持ってると。うん、君は経理向きだからってされていて、で、こういった機質をいろいろ調べてみたら、実は営業向きだったということで、営業に向いたらね、いきなりあの会社でトップの成績を上げたっていうのはよく聞くんですけども、逆にあの、それ早く知った方がいいですよね。もう早く <laughs> 入社前に知ってる。そうですよね。<laughs> あの、入る前より入社前ですね。<laughs> で、わかると、うん、あの、いろんな対応が。 知らないでやってると、ねうん、会社としても本人としても損失だということになってしまいますよね。そこでまた、ね、出たストレスをどう改善していくかいはい、はいはい、やっぱそうなるとそれも一つのこうストレス解消になるんですか、うん、例えば自分の得意な部分を生かせるという部分意味では、はい、それであの不得意を私の方は不得意を知るということを主に伝えてます得意は皆さん、ね、あの一生懸命練習したらできますでも不得意をして対応すると少しストレス結構取れるんです。あ 自分はこういうのが苦手だと知るだけでもストレスが取れると、はい、そうでそこに OK を出してくださいってお願いしますねでも通常のような自分の苦手な部分っていうのは結構悩みの種だったりしますけども、うん、まあそれを認めてあげるとそうです認めるだけで変われるなるほどねそれも芦富さんちそのお話の中で、えー、その方にお伝えするっていうことですねはいそうです足さんんこれいろんなね えー、方向からアプローチするということでこれはすごいですねトミさんのこのオリジナルのストレスマネジメントはいやっぱり香りというのはこうストレスにすごい影響を受けるんですかあはいもう香りは0.19約2秒ぐらいでも脳にいくと言われておりますので、はい、あのその場で実は香りを嗅ぐだけで体が緩むという あ香りを嗅ぐだとい、うん、はいあのそういうことを皆さんにあのセミナーで伝えております、まあ、脳に刺激を与えることで全体がリラックスするというなるほどなるほど、うん、緩むということはやっぱりこう緊張が抜けてるということで,いいで緊張が取れるというか緊張も取れますけど集中力もアップしますなるほどなるほど全身の神経は脳からつま先まで全部つながってるんですよその神経に対してまたあの香りが変化をさせて くれるので、だから自分に合った自分に合ったね、ストレスに合った香りを嗅ぐだけでいいです。香り嗅ぐってあのいつでもどこでもできるからいいですね。あ、そうですね。私はあの、はい、昔昔ってあの某あの観光庁のねそういうところでさせてもらったときにあのこれ二本だけでもいいですから持っててくださいテーブルの上に。 リラックス集中力を上げるのと本当にリラックスできる、うん、でちょっと疲れたら香りを嗅ぐということをアドバイスしてきました僕もね明日のさんねこの2つ持ってってねってあの言われたアロマがあるんですけど僕カバンに入れて持ち歩いてます毎日 <laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs> 気が付いたらねこう蓋開けてちょっと嗅いでみたりとかするとね、うん、確かにねすごいリラックスする感じしますねストレスっていうかその疲れをその場で全部 ほどいていく。はい。っていうことを香りがしてくれるので、はい。まあ、お家まで持って帰らないってことですね。なるほど。<laughs> <laughs> なるほど。でも、あの、自分でね、本当にストレス解消してるっていうのはもう、ものすごくいいですね。はい。逆に知らずにね、逆にストレス溜めてしまってるっていうこともね、なきにしもあらずなんですかね。うん、逆の効果を、ことをやってしまう,う。はい、うんうん。そうですね。多分、私は大丈夫と言っている方は要注意ですか、ねあマジ。あ、まじあ、まじですかはい。<laughs> <laughs> そう,ですそういう方がやっぱりストレスた,めたまってるというかあの結構体がきつくなったりする方が多いですねはい、はい、もう体験上はい、うん、まあでもね前向きな人ほどねそういう言葉たくさん使いますけども、はいうん、逆にねそういう言葉を使っているとストレス溜まりやすいと溜、うん、まっていることに気づいていないなるほど、はい、やっぱり芦富さん的にはこう気づくっていうのが大事ってことですか、はいなと次変化が 出てこないいいのののでで、はい、そうううどこで気づくくかっていうのが一つのポイントになってくると思いますなるほどなるほどやっぱりその気づく方法を日、ね、富さんが教えてくれるということなんですけども芦富さんは今後はどのような感じで活動していくんですかねいろいろねラジオ聞いてる人もね日富さんにちょっとあのいろいろねお願いしたいとか方いらっしゃると思うんですけどもこれ日富さんにあの例えばこう依頼っていうんですか これ芦富さん講演会とかされてますけど、例えば個人的にこう受けたいとか、マンツーマンで受けたいっていうのも対応されてるんですかはい、個人的にもやっておりますが、芦富、はい、さんに連絡して、ちょっとカウンセリングして、はい、今の現状とストレスの解消方法などアドバイスしてもらえるということですね。はい、はいはい、そうですねなるほど、なるほど。あのー、店舗のは那覇市余儀。那覇市余儀です。ということで、余儀の赤十字病院の真後ろになりますね。あ ははい、はいわかりました、でこれはあの足止さんを受けたいという方はどちらのほうにご連絡すればよろしいんですかはい直接あこれ電話番号いっても大丈夫ですかね、はい、大丈夫です。あじゃあ、ご連絡先がですね0988324416、0988324416、えー、ストレスマネジメント沖縄ということで、足止さんですね。 はい。あのー、行政の、ね、方の依頼をたくさん受けているということなんですけども、やっぱ今後もね、あの、明日さんは、あの、企業の方も、あの、ストレスの、えー、マネジメントでですね、入っていこうということなんですけども、やっぱりこう、企業と行政っていうのはやっぱり違うんですかね、この原因というか、行政と、そのストレスが溜まる。基本的にはこう、人間関係っていう部分の一緒、 です,ね、ですね。はい。一番人間関係が。はい。一番。でも人間関係になりますね。一番になりますね。多いですよね。はい。<laughs> 多分そこが、あの、企業、行政関係なしで、トータルで一番だと思います。なるほど。これは最近の傾向ですか <laughs> この人間関係で悩むの多置いて。昔から。まあ当然ね、あるとは思うんですけども。最近は増えてきたんですかね。うう最近は増えてきた。みたいです。なるほど。はい。<laughs> 見たいって増えてきてますね。はい。はい、それやっぱ家族のこととか会社のこと。そうですね。家族あとあの向かい合ってちゃんと会話ができないっていう方も<ー>いらっしゃいました、ね、でもなんか家の中にいてもラインしてたりとか <laughs> メールで会話するとかありますよね。ありますね。うんあのもうパソコンあまねそういう機械の対応が多くなって きたのでやっぱり直接伝えるということが少なくなってきていると思うんですけどなるほど、うん、これ喋る機会が減ったっていうのもあるんですかねあ,あ,るあると思いますはい自分の思いをちゃんと伝え,伝えきれるタイプの方だったらいい,い,いんですけどそうじゃないタイプの方もいますので逆にあのメールのやり取りだけでストレスになる方もいますあなるほど、はい、メールの方がいいって言ってストレス逆にストレスがない方もいらっしゃいますあ<ー> <laughs> 確かにメール嫌いな人いますもんね。はい、いますね。僕ぐらいはどっちかと好きな方ではないかもしれないですね。<laughs> まあ、新里さんは、めんどくさいっていう一言で、バレてます。そこでちょっと、うん、っていうのがあるんじゃないでしょうか <laughs>。かあの、メールいいんですけど、なんかね、やっぱりこう、あった方が、 ねはいいろろねその人の表情とか息遣いとか仕草とか見れるのでねいろ<う>んなものが伝わるというかね僕はどっちかとあって話したいっていうのがすすごくありますねあのボディートークはまたあのその人の声を聞いて対応していくんですけどはい、はい、その人の声の、ね、今の状態っていうのがまた分かるんですよね声で声で <laughs> <laughs> あ,は、ね、あの。 たまにね、僕を見,見られていたらね、なんかちょっと見透かされたのが、みたいな感じで <laughs> 声とかね、あの、仕草とか、背中とかね。僕よく言われますよね。心太 <laughs> さん疲れてるよって言われてね。<laughs> そしたらなんか魔法,魔法の箱からね、あの、アロマ出してね、いろいろケアしてもらえるんですけどね。なんかね、そういう時に書き足元さんにね、会うんですよね。そうです、ね、不思議ですよね。不思議。なんか呼ばれてるみたいです、<laughs> 私。うん。あの、心太さんに呼ばれてるんだなっていうのだけはわかります。<laughs> 僕ね、年に何回かあるんですよね。 あの本当に疲れてね、目がちょっと後ろになってるってことがね、何回かあるんですけど、まあ、そんな時にかってね、足止富さんと打ち合わせが入ってたりとか、急にね、会うことになったりとかっていうのがねあの、よくあるんでね、あのそのために芦富さん呼ばれたんだなって、はい、いつもね、そうですね、いつも私が来るとあの、ちょっと調子が悪くなるっていうのは、溜まってたのを出すみたいな感じで僕、めったにないですけどね、もうそういう時は必ずね、あの面白いもんですね。<laughs> なるほどですね。で、あの、講演会があるということなんですけども、まあ今日ね、糸数さんも、一緒にコラボでされる糸数さんもね、来ていただきたかったんですけど、ちょっと忙しいということで、またね、次回来ていただきたいんですけども、ストレスの原因を知り、予防を改善する6つの方法、たまったストレスはさらっと解消というタイトルでやりますね。えー、ちょっとね、あの、セミナーの内容をちょっとご紹介するんですけども、 ま、このようなことでお困りではないですかということで、忙しい人間関係等でストレスが溜まっている方、ストレスが溜まりにくい生活を送る方法を知りたい、軽減する方法ですね。あと、職場環境を良くして楽しく仕事ができる環境が欲しい方、ストレスが溜まった場合の解消法を知りたい方、今の自分のストレス状態を知り、心と体の健康予防をしたい方、ということが対象となります。ということで、ま、しとみさんがね、あの、90分、 お話したるんですけども、まあ内容を言いますと、自分を知るっていうことですね。まず青年月日、気質学とかですね、人間関係の相性等を足止めさんが見てもらいます。で、二つ目が体に現れるストレスっていうことですね。あの、ストレスが溜まるとね、足止めさん曰く体に出るということですので、えー、そこから知ろうということですね。で、三、三つ目がセルフケア。 誰でもできる簡単ケア方法ということで、まあ、自分で自分のストレスをケアする方法を教えていただきます。で、コラボですので、もう一方、糸数さんという方が90分お話しされます。一つ目が、人生の中で9.11プラス3.11が同時に起こったら。これ、あの、糸数さん自身がね、あの、ストレスが溜まってね、あの、病気になりまして、その経験からですね、あの、いろいろお話ししていただきます。二番目が、うつ病過程の四つの心境の段階ということでお話しされますね。で3つ この日時は7月の5日火曜日、はい、もうすぐですね、場所が綾狩の森、北中ぐすく、記者場にありますで。時間がですね、会場が12時30分、開演が13時、前午後1時から午後4時10分までということで、でセミナー終了後です、ねあの、懇親会もありますので、特別て あのね、聞きたいこととかあればね、直接聞くこともできますので、えー、ぜひ、えー、お申し込みください。お申し込み先はですね、090-3079-6920。090-3079-6920ということですね。はい。あしとみさん、はい、あの、楽しみですね。はい、もう、だんだん刻々とね、<laughs> 近づいてきてますけどもね。 はい。ということでね、足止さん、あの、いろいろお話伺ってきたんですけども、またあの、後半ね、あの、CM を挟みまして、またあの、詳しくですね、あの、ストレスに関することをお聞きしていきたいと思います。はということで、ね、ここでね、ちょっと一曲、足止さんが大好きな曲流していいですかはい。<laughs> 足とみさんがね、追っかけをしています。あの、ヒップホップアーティストのね、あの、 ロデオさん、はい、はい、もう大好きです、ね。あ、トピさん大好きですよね。はい、はい、もうおかけばっかりしてますね。あの、まだね、20代と若いんですけどね。もう中身は六十歳っていつも笑うんですけどね。本当にしっかりしたね。志の高い方ですので。ここで、一、えー、曲をお届けしたいと思います。えー、ロデオでワンスインナーライフタイム。 ビジネス天国沖縄をお送りしております。えー、後半も引き続き、足止のり子さんにお話を伺っていきたいと思います。足止さん、じゃあ後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。あの、先ほどからね、ストレスの話をしてますけれども、えー、足止さん、あの、やっぱりストレスが溜まりやすい子、なんていうんですかね、性格とかってあるんですかまあ、我慢して、あ、我慢強い人は。我慢強い人。うん。は、まあ、溜まってるつもりはないけど、溜まってますね。 あ、マジですかはい。<laughs> あの、私、溜まってないよって、本人は。はい。自覚症状がないっていうことですか本人に自覚症状がないです、ね。はいはい。でも、体には自覚症状がない。ああ<ー>、うん、なるほど、ね、体は正直、はい。はい。なので。はい。これは具体的にどこに出るんですか体の。ま私はもう背中で見ていきますけど、まあ、うん、一般的に言うと、あの、まあ、五行、陰陽五行説っていう、ね、そういう体を臓器で例えていきますと、 まあ、苛立ちは肝臓。肝臓に出て、イライラする、怒りっぽくなると、そこが負担が来る。はい、で、ちょうどその背中の肝臓の位置にしこりができやすいという。はいはい、まあ、普通に、あの、わかりやすく言うと、そこが硬く。あ、硬くなっているっていう、そういうのもあります。で、はい、はい、じゃそこを触るとそれがわかるということわか,かりますね。まあタバコ吸ってお酒飲んでる方も、そこ負担がきますけど、はい、そういう、じゃない場合もそこに。 タンがきますあの背中の,そのちょうど真ん中あたりですかあ、それがね芦富さんの背中を見ればその人の状態が分かるとよくね、はい、おっしゃってますけどもほ他にもあるんですかそのここさあればこの症状が分かるという一番多いのはやっぱりその肝臓の部分と、はい、あとは叱咤激励ですね一番、はい、あの体を濃く 無知って働いてるっていうんですか。これでもかっていう状態で働いてる腎臓の後ろ。腎臓が2個あります。腎臓に負担くると、もう廊下に近づくと言われてますけど、<ー>うん、そこが一番硬いあの、張ってる人は、私の中でも注意。黄色信号ですね。あ、腎臓。これあのあ自分でこうなんていうんですか知る方法ってあるんですか、うん、ちょっとあの、 まあ、誰かに叩いてもらったりもありますけど、私の場合、ちょっと体を揺らす、揺すってやる方法をお伝えしてます。はい、な,るなるほど、自分の中にの体の通りが、どんな風になってるんだろうと、どんだけ意識を向けてあげるか。はいはい。うん、まあ、普段そういう意識を向けるってことがほとんど、多分、生活の中でないとい。ないですよね。思いますけど、はい。なるほど、なるほど。ということはあの、自分でこう知る、 た、叩いてみるっていうことも叩いてみる、あの、例えば腎臓の後ろちょっと叩いてみて、痛みがあったら、もうそのまま病院に行ってくださいって。よく言ってますよね、はい、セミナーの中では言います。今日帰ったら、あの、どっかマッサージか、まあ、病院に行ってくださいっていう、アドバイスはします。痛みがあれば。痛みがあれば。これ簡単にこう、何ですかね、ラジオでお伝えできる範囲で、こう、ケアする方法ってあるんですかあ、基本体を温める。温める。ことと、 もうシンプルなのは呼吸ちょっと意識してもらっていいですか。呼吸を意識、する、はいうん、あの自分の呼吸をちゃんと深くはい、うん、するということですね。あじゃあですかこうなんていうんですかこう一人で、うん、まあいいじゃないベランダでもいいし、うん、行ってこうなんて空でも見ながらこう呼吸を意識するだけでも変わるってことですか。変わりますね。はい。うん、息が浅くなっていることに気づいてない人が多いです。はいはい。うん。 なん,なんかね、僕素人なりにね、息が浅くなるってちょっとやばいんじゃないかなって思うんですけど。<laughs> そうです、やばいです。はい、なんか寝てるようだけど、ちゃんと睡眠が取れてないっていう方も多いので、そういうので呼吸、ね、ヨガ、今ヨガとかがもう流行ってますけど、はい、やっぱり呼吸っていうのが一番大切になってくるので、はい、体が硬くなると、息は浅くなります。なるほど。うん なんか今、ラジオでお伝えできるって言ったら、まあ自分でできる、一番簡単なセルフケアはもう、呼吸を意識することす呼吸を意識する。<laughs> はい。確かに、あの、アロマをね、あの、嗅ぐっていうのもできますもんね、はい、どこでもね。でまあ、アロマ、さらにプラスアロマを、自分の好きな香りを嗅ぎながら、はい、呼吸を意識すると、もっと、はい リラックスできます確かにあの、まあ、企業向けにあのセミナーされるということなんですけども例えば会社内で、ね、ストレスがすごく溜まってしまうとこう会社の仕事のパフォーマンス自体が落ちるじゃないですかそうすると、ね、あの会社としてもちょっと売り上げに影響してくるというのもありますし例えばあのもっとひ、ね、どくなって病気になってしまったりとかするとやっぱりこう本人もそうなんですけど会社としてもすごくダメージ。 があると思いますのでね。やっぱ普段からね、あの、そういう、こう、ストレスを解消する。溜める、溜まってしまう前に解消する方法を知るというのはね、すごく大事じゃないかなと思いますね。なかなかね、そういうのを知る機会というのがないと思いますのでね、今回のね、アとトミさんのこのセミナーというのは本当にあの、いいんじゃないかなと思いますね。はい。今後もやっぱり企業についてね、こういったセミナー、アシトミさんにはね、どんどんやってほしいですね。あ、もう、はい。もうたくさんの方に伝えていきたいですね。はい。まず、あの、 会社が元気にならないと経済も回っていかない,じゃないですかね、はい。そうですよね。<laughs> <ど>あと、ね、あの、親が元気じゃないとね、子供も元気なくなりますからね。そうですね。もう一番あの。あと社長が元気ないとね、会社が元気なくなるとかね。はい、その、ありますもんね、そういうね。うね相乗効果というか。はい、もう一番トップがどんだけ元気で、ね、笑って、笑顔でやっていけばいいか。確かにそうですよね。<laughs> あの、社長がね、周りに疲れた顔してたらね、そりゃ、ね、社員も元気なくなりますもんね。 なる,ほどなるほど、なるほど。あと、またね、もう一度ちょっとお,つお知らせしたいんですけども、足飛さんの講演会が、えー、来月の5日火曜日ありますね。えー、ストレスの原因を知り、予防を改善する6つの方法、溜まったストレスはさらっと解消ということで、講師の方が、糸数盛雄さんという方がいますね、心理カウンセラーの方ですね。あとはあの、の今日ゲストのお越しの足飛のり子さん、2人で講演会を、えー、90分、えー、で、お2人で約3時間。 たっぷりとですね、お話ししていただけるということで、来月の7月5日火曜日、場所はですね、あやかりの森。え住所の方がですね、北中ぐすく村、岸場1214番地、北中ぐすく村、岸場1214番、1214ですね。で、時間がですね、会場が12時30分、開演が13時。 で、えー、16時10分休憩を途中で挟みまして、16時10分となっております。あの、それぞれね、あの、90分ずつ3時間お話ししていただきます。で、えー、終了後にですね、えー、懇親会も、えー、予定しております。施設内のですね、カフェで、も、まあ、ともとこれはもう希望者になるんですけども、料金は別途あの、自分で注文した分をお,しお支払いという形ですね。で、受講料が8000円となっております。で、限定15名ということですので、えー、ぜひね、あのー、ストレスを軽減する方法、 改善する方法を知りたいという方はですね、えー、受講してください。ご連絡先は090-3079-6920。090-3079-6920ということですけどもね。はい。足止さん、あの、セミナー僕も行きますので。はい。楽しみにしておりますね。<laughs> よろしくお願いします。はい。特にね、僕も経営者とかね、あと個人事業のって多いじゃないですか。はい。 個人でやってますっていう方もね、ぜひね、こういうの、個人事業、まあ、僕もね、一人で仕事してますけども、なんかね、病気とかできないですからね、そうですね、<laughs> もうあの、病気すると、それが全部止まってしまいますからね、すべ <laughs>、はい、てが。うん、なのでね、本当にあの、まあ、ストレスは病気の原因にもなり得ると思いますのでねあの、たまる前にストレスを軽減するっていうのはね、すごく大事じゃないかなと思いますね。で、しかもね、あそたのところでね、90分で3時間たっぷりですね。 たっぷりそうですね、そのまあ、全体的にその時は見て、はい、ああの見ることができますので、15名なんでね、人数も少人数となっておりますので、しかもね、懇親会までね、お二人来ていただけるということで、セミナーで3時間たっぷり聞いて、その後直接あの聞きたいことをね、ピンポイントで質問もできるということで、すごいいい機会じゃないかなと思いますね、いろんな方に、明日水さん、やっぱりどういう方に来てほしいとか,ありますかあ、もうあの経営者の方に。 特に。はい。で、ね、そうですね。あの、時間私は、なぜね、経営者っていうか両親が経営し、はいはい、ああ、実は、うち、父が40代で、はい、45歳で倒れました。ちょうど会社経営して、ああ<ー>、そうですね。やっぱりそれも原因はストレスストレスと働きすぎ。ああ、なるほどね。<laughs> だからそういう40代で、まあ今頑張ってますけど、介護歴40年というね、はい、あのキャリアというかそういうのがありますけど、はい、あの、 やっぱそういう時に、どれだけ体を大切にするか。ていう、私の、まあ昔からそこは強いですね。<の>はい。やっぱりその経験からも、やっぱりこうね、いろんなものを、ね、あの、そう知ってるからこそ、やっぱりね、来てほしいということですね。そうですね。あの、経営者トップが倒れるってことはか、もう会社全体もですけど、やっぱり数多くの経営もうまくいかない、ねはい。そうですよね。会社だけではない。 ね、確かにね、ね社員さんもそうなんですけど、あと取引先とかね。ねいろんな方にね、ちょっと影響があるのでね。うん、特にあの、経営者の方はね、やっぱりこう、もうそうなるとね、あの、自分だけの体じゃないですからね。家族もそうですからね。<う>やっぱり日々ね、うん、あの、ケアしてほしい。周りの方のためにもね。うん、ちょっとね、僕も今日ちょっとストレスに対する意識が、2段階ぐらい上がりましたね。<laughs> <laughs> 明日のさはね、仕事上でよく会ってるんですけどね。<laughs> はい、こう改めてしっかり聞くと。 やっぱりねそういうの大事だなって改めて思いましたね,、はい、ちょっとね少しでも気づいていただくことで変化が出てくるので本当に少しでもいいんですよはい、はい、自分のい番元気な状態をやっぱ知ってる時に、うん、あのやるっていうことが一番大切だと思うので疲れた時よりも元気な時に自分のいい状態をまずは体で記憶してあげる。うんはい 特にね、結構忙しいとね、そういうのをね、ついつい流しちゃいますもんね。うん、忙しい人ほどね、こういうのに参加するべきじゃないかなと、うん、思いますね。そうですね。体が、ね、今いろんな書籍が出てますけど、体を緩めると滑ってうまくいくっていう本がたくさんありますね。自分の体を整えると仕事は確実うまく回る。なるほど。という,うにはもうたくさんの方が実践していらっしゃいますので。はい まあそういう自分の体と向き合うきっかけになっていただければいいかなと思います。確かにね、あの、ストレスが溜まって、それこそ体調を崩したら、すべてね、止まっちゃいますもんね。そう考えると、まあ、忙しい中でもね、あの、そういうのをね、ストレスをケアするのをね、あの、まあ、これなんか、ある種、ね、習慣にした方が一番いいですね。はい、そうですね。毎日の中に <laughs>、ね、ちょっとでも、 あの意識していくっていう。はい、う極端な話ね、5分ぐらいでできる話ですよね。さっきお話多かったら、ね。そうですね。5分で、もう本当に2,3分でもできますので。はい、うん。そこ、どこに入れるかですね。どこで、ちょっと意識をするか。はい、例えば、朝。朝。やるとか。はい。寝る前にやるとか。はい。っていうことになるんですかね。うん、まあ、そうじゃなくても、職場でちょっと。うん。えっ、ー、と、お昼前とかです、ね。ああ、なるほど、ね。逆に忙しくなる前にやるっていうのもいいですね。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。これから。頑張る。時に。やる。なるほど。うん なるほど。も営業、あの、大きな仕事を取りに行く前に、ちょっと整えていくっていうことを。うするんですよ。なるほどね。どね <laughs> そうそるなんか表情とかもね。変わります変わりますもんね、はい。もう笑顔になっていきますから、ね。<laughs> 確かにね。で、売り上げガチガチの顔で来られたらね。<laughs> もう絶対売り決まるものも決まらないっていうね。そうです。なるほど。うそうなるとね、やっぱり、企業にとってはね、いろんな意味で必要なものかもしれないですね。あと、職場で全体ですることで、お互いのこのコミュニケーションが、アップするんですね。はい お互いの全体でやることによって、またあの一人だけじゃなくて全体ですることで、はい、皆さんのこの状態とかをお互いでチェックすることはできます。はい、あ、なるほど組織として。組織として、して <laughs> それもね、それをやること自体がね、ストレスがね、あの要はコミュニケーションですもんね。言葉かけですよね。あの自分じゃ大丈夫と思っても周りから、はい、え大丈夫？ちょっとなんか。 ね、元気があっていう形で声かけられるとちょっと自分に意識向けますよねなんかそういう職場す素敵ですね <laughs> お互いに元気をまたね与えるというかもらえる環境を作りって一番いいですよねそうですよね、うん、今日も今日も元気っていうねそういう確かにね人ってその一言でね元気になったり一言で落ち込んだりとか、うん、その一言大事かもしれないですね、うんうん あのよくあのストレス溜まってるから飲みにくいみたいな人いるじゃないですか、はい、あれも実際、ストレスの経験にはなるんですかえなることにはなるけど、疲れはたぶんまると思います体的にはですか <laughs>、はい、肉体的にはあまりお勧めはしてないですね。たまにはいいですけどね、はい、それを頻繁にすると、心はいいけど、肉体は、はいうん、やっぱお疲れが溜まってるという。 溜まっちゃうということで。はい、で、ね、今日ね、実は朝のマーテル先生の講演会だったんですよね。で、僕受けてきたんですけど、マーテル先生があの、あの、酒の飲は確実に老化進むから、あの、週に1回か2回ぐらいにしてくださいって、繰り返し言ってましたね。はい。はい。そう、そうです。もう確実老化します。<laughs> 皆さん毎日飲んじゃダメらしいですよ。 休館日必ず入れてほしいですね。はいはい、週に何日かということで。なるほど。うん、で、逆に週1ぐらいだったら逆にいいってことですかね。あ、私、週1はいいと思います。はい、はいうん。あの、逆にお酒好きな人がやめることがストレスになるから。なるほどです、ね。<laughs> そっちの方が春からストレスだったりす <laughs>、はい、で言いますよね。あの、タバコ急にやめたらすごいストレス溜まって、余計ね、体調崩すとかってあるんですけども、そういえばどうするか、いや、あの、徐々にやめていくってことになるんですか ま、やめなくてもいいんですけど、時々こうやってあ、はい、あの、お休みを入れるはい。うん。ことをしてくださいということですね。はい、な,るなるほど。ま、毎日やり続けることが、負担が来るわけで。うんお休み入れてやることは、週に本当に一回とかは全然問題ないと思います。あ、問題ない。はい。なる,なるほど。うん、僕もね、全然飲まなくなりましたね。あの、飲みに行くんですけど、数はだいぶ減りましたね。家では全く飲まないですね。足トミさんも全然飲まないですよね。はい、飲まないですね。自分で、ね、飲んだら強いって噂があるんですけど。<laughs> <laughs> もう完全な休みの時はあります、<あ>あの翌日休みの時は、あそうでさん、休みってあるんすかはい、ありいますた、<laughs> <laughs> あさんねあの、あの、まあ、県外もね、毎月いろんな子もあってますし、宮古島とか離島も行きますしね、あの沖縄県内でもね、もう一人さん、どこにいるかわからないですね、北部から南部までね、走り回ってますけど。 い大体こういったあのストレス関係のお話されてるんですかあもうほ,ほとんどそちらですね、ストレスマネジメントの流れでやってます。今後はね、企業にもどんどん入っていくということですけれども、まああの、糸数さんはもともと企業を対象にやってきて、芦、ま、富、あ、さんはあの行政をね、えー、主にやってきたということで、あと女性と男性ということでね、あのなんてんです受講する方もね、いろんな。 男性目線、女性目線、いろんなところ、形からね、方向から見れると思いますので、あの、すごくいいんじゃないかなと思いますね。えー、いよいよ、迫ってまいりました。7月5日、火曜日ですね。来月の5日。えー、場所がですね、あやかりの森。えー、時間の方が会場12時30分、会演が13時、えー、16時10分まで。えー、セミナー終了後はですね、施設内のカフェで、えー、懇親会も予定しております。受講料が8000円となっております。連絡先が090。 3079-6920-090-3079-6920 30。ストレスの原因を知り、予防を改善する6つの方法ということでですね。えー、足富さんと、あと、糸数森尾さんということですね。心理カウンセラーの方がですね、講演会を、えー、してくれますのでね。ぜひぜひ、あのー、えー、興味のある方はね、ぜひ受講されてください。ということで、足富さん、あっという間にね、あと4分なんですよ。<laughs> <laughs> あっという間ですねあ。あっという間ですね。す,ね <laughs> すごいですね。ね早いです、ね。あすみさんあとなんかねあのー、まあ四分切ったんですけども、うん、なんかこうラジオお聞きの皆さんにねお伝えしたいことがあればぜひはいお願いします。はい、はい、え今回コラボセミナーで糸和さんと一緒にさせていただきます。で糸和さんはもうあのー、まあ本当すごい壮絶な体験を持っていらっしゃいまして、はい、あのー、まあ過労鬱っていうことで。 経営してた時に会社を一旦お休みになって、はいでね、で今元気になられたというでその体験も踏まえて私の方は心と体と体の方をメインに皆さんにお伝えしてたのであの糸数さん曰く自分が元気で動けた時に体に意識を向けていなかったのを病気になって初めて気づいたっていう。 お話をされてました、はい、でその時に私の,あの前回ねセミナーさせていただいたチラシと出会ってぜひそれをあの皆さんに伝えてほしいということでコラボセミナーが決まりました、うん、だから両方の視点で見てのお話になっていくのはすごい私も今からワクワクですそうですよね <laughs>、うん、ぜひあのそういう元気な時にどれだけ自分が出会っていけるかというのをまたお伝えしていきたいなと思っておりますので。うん よろしくお願いいたします。はい、そういう意味ではね、あのー、今回のセミナーっていうのはこう、今元気な人、今ストレスが溜まってない人にもね、あのー、そういう方こそね、ぜひ参加してもらいたいということですね。あのー、アシさんはもうね、数万人の方がね、受講されてるセミナー講師なんですけども、糸戸さんはまたあのね、あの自分自身がその大変な時期をね、乗り越えて、ハンディキャッパープレジェントっていう本もね、あのー、 出版してますのでね。よくね、ファミリーマートとかでよく見かけたので、ね、あ、この本見たことあるっていう方いらっしゃると思うのでね、その糸数森尾さんがね、あのー、講演されますので、足止さんと一緒にですね、ぜひぜひ参加されてくださいということですね。足止さんあっという間ね、2分切りましたけども、本当にあの、足止さんとね、糸数さんがこう活躍することで、えー、沖縄、まだね、全国のストレスがね、軽減していけばいいですね。はい、もう、 楽しみです。はい。僕ね、足日みさんのセミナー何回も受けてるんですけどね、めちゃくちゃ楽しそうに喋るんですよね。<laughs> 本当にね、見ていてね、見ているこっちが気持ちよくなるようなね、ね気持ちよさそうに喋りますからね。もうね、これだけもう何十年ってね、もう28年でしたっけ はい、28年28年のね、経験とね、あの、知識の蓄積がありますけどね、それをもう、あすとみさんはね、えー、みんなにちょっとしっかり活用していただいてね、あの、ストレス経験していけたらということで、本当に志高く活動されている方ですね。でも、もいと、もう、い、いとかさんもね、自分自身がね、大変な、大変な経験したからこそね、あの、いろいろ伝えたいことがね、溢れて溢れて、たまらないっていうね、素敵な方ですのでぜ、ね、ひあの、お二人とね、あの、会場で会って、あの、お話しするだけでもね、 いいんじゃないかなと思いますね。ぜひ、特に経営者の方とかね、個人事業主の方とか、そういった方はね、ぜひ、あのー、参加されてください、ということですね。あ、しとみさん、あっという間ですけど、本日どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、もう、本日2回目ということなんですけども、またね、あのー、機会があれば、えー、2回、3回と、あのー、まあ、ね、2回出ていただいたらね、3回目、もうね、ぜひ、ご視聴お願いします。はい、よろしくお願いいたします。あの、次回はあれですね、あのー、糸数さんと、 一緒に出ていただいてね、<laughs> 対談形式で。はい。うん。あのー、ぜひね、あのー、番組の方をね、えー、進めていけたらなと思います。はい。ということで、7月5日、あやかりの森でですね、13時開始。ということで、えー、受講料が8000円となっておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。ということで、ね、あしさん、本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。もう本日はね、ストレスマネジメント沖縄、えー、企業ストレスマネジメント、足しとのりこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。